はい、いや気持ちいい。私のね、畳でプールですごいイグサの香りがいいんですよ。羊の冷たい水が入ってます。ちょっといいでしょ、かわいい、クール抱き枕ですからね。体温ね、調節してくれるそうです、はい、抱いてるんだ。リーズコーヒーからいっぱい来ました。私のはパンプキンモンブランチーズケーキです。美味しい、クリーミーレモン、うん、さあいろいろありましたが、はい、こちらメットのダメージデニムです。ここのね、はい、パールがポイントになってますけど55,440円、ちょっと高い。でも高島さん好きそうな雰囲気ですね。履きこなせるかな、はい、そして私は、さあ私のもハートがいっぱいあります。ラビジュールのハート柄のパーカーです。ハートだらけです。だらけ、はい、それ大きいハートがいいか、たくさんのハートがいいか。プッシュアップ結構効きます。ここでもあれ3日で終わるね。と気持ちいい、ね、あ伸びる伸びる、楽しみですよね。こちらマスカラでね、キューターになってます。下まつげはこういうのが便利かもしれない、うん、ね、新しい、はい、さあこちら一つ手袋もこれも315円です、うん、お安いですね。もこもこあったかい、なんかカイロ入れてもいい、ね、そしてスリーコインズのマフラー入ってないです。よろしくお願いしましょう。さあというわけでちょっとこの合わせ方は違うかもしれませんが、ちょっとそれはザルでしたね。スパイラルガールのチェックベストです。ショートパンツとね、見たかったね。そうかったですね。ちょっと豪さんばりに確かに、ね、こちら H&M のオレンジのねモヘアカーディガンで、もうモコモコしてあったかいですよ、うん、ハート型になってます。そして焼きてないです。組み合わせてみました。オレオンでねホワイトチョコ、濃厚なです、ね、うん、濃厚なですね。さあいろいろありますが、これツリーカレンダー、こうやって季節ごとにね一本の木が変わっていきます、うん、そして穴番カレンダーはジューンブライ、何月がどこかよくわかんない。みんなスニーカー履いてますが、私のはこちらナイキのターミネーターハイです。この、ね、紐のカラーも可愛いですよ ね、そしてあと軽やか。さあデニーズカラースイーツいただきました。いただきます。テンションが違うね。さあこちらの午後の紅茶、特定保険用食品です。さっぱりしてますね、本格的。さあ私のはハーゲンダッツのフランボワーズです。うん、香り高いですね。さっぱり、今日のカウントダウン、アイちゃんに譲ってあげる。さあサークル系サンクスの2泊そば、多いよ。さっぱりしてますね。さあ無限シリーズに缶ビールが出ました。開けますよ。いい音、うん、そしてさあ私のシャネルのものです。こう髪留めにも、ね、使えます。はい、よく見えますよ。クラッツメキシカンサルサ、うん、酸味とピリ辛。さあというわけで私たちプランター銀座のサンダル、これも5,250円でーす。お得。わかっちゃう、うん、いろいろ。さあこちらブルッと爽快ブルッと、あー振動が来てます。さあこちらはこういったボタンがついてます。ヘルモチーフです。かわいいから。お花がついてます。こんな感じでくつろいでますが、もっとくつろいでる人がいます。振動したプリンさっきの来てますが、私のはポッピーレザーというこのゴールドで、中の色が可愛いんですよ。いかがかな、こういうね、こういうとこもいいですよね。姉さんゴージャスって言いますよね。私はポッピーエビーです。カウントダウン明日。さあみんなごとき、ああ止まらない。うん、ほろほろカウントダウン。お、ありますよ。チリビーンズ&ピリ辛ポーク、うん、うん、おいしい。13日、はい、さあこちらランチでドン、見てください。蓋取って中に薬味が入ってて、中にお蕎麦、いい香りします。さあヨックモックの桃のエクレアです。うん、あ、桃の香りがしっかりします。意外に酸味が、このカーブじゃ絶対無理。あ、出た、瞬発力が失うね、スターバックスコーヒーからレモングリーンティーフラペチーノ、うん、さっぱり。これは三女のハートピアスです。つけるとこんな感じになります。可愛いですよね、揺れます。さあこちらドクターシーラブの BB ウォータースプレーで、うん、気持
ちいいです。日焼け後にいいみたいです。アロエ乾かせますね。こちらアフタヌーンティーリビングのボストンバッグです。軽くていっぱい入るのがいいですね。そして同じ柄で滑らか。私のは冷やし玉です。冷やし玉、うわー、冷たー、うわー、冷たそう。なんとショートブーツ、今日の占いカウントダウン、料理に合うね。いろいろ来ましたが、こちら軽くて肌触りもいいですよ。クーラーかぶるとこんな感じ。3人そろそろ明るい修道院ですね。さあ、こちらモイストクリームなんですが、レモンの形で中身がすごいレモンの香りなんです。さっぱり、はい、私たちのこれチキンが大きいんです。うん、おいしい。うん、梅味でさっぱりしてて美味しいですって感じだね。さあ、こちらローズパッドのワンピースです。ここまででこう揺れる感じがいいですよね。今日の占いカウントダウン、海にさあ、こちらは塩甘栗剥いちゃいました。うん、あ、ほのかに塩味、美味しいですよ。あ、やりました。今日の占いカウントダウン、あれ、なんだよ。田畑レストランからドゼアピザきんぴら、香ばしくて美味しいです。おすすめのお土産、目覚ましくんのぬいぐるみです。いろんなとこが動きます。肌触りもいいですよ。今日の占いカウントダウン、はい、私たちはノリノリ和風キノコパスタです。まずはこちらポーチのようですが、中にこのようにいろいろセットになってます。必要な色がね、ギュッと詰まってますね。便利です。あれ、使った宮崎マンゴーのキャラメルソース、どうですか。うん、絡みますね。ホットなんだ、きますよ。アイス。私のは駅弁屋さんの季節の系統。発酵ごんぼ美味しいんですよ。味が染みてます。さっか、茶寮の抹茶と黒蜜のチーズ。この感じに苦味が後からきます。いろいろ入っていますが、私こんな感じに今盗んでみました。すごい魚介のいい味だね。野菜もたっぷり。黒っていうより紫って感じですよね、色はね。いいお味、ね、おいしい、というで、というわけで、そのスマーキーグラムの T シャツ着てみました。ここスパンコールになってますよ。キラキラしますよね。重装パズルみたいだね。はい、違います。 T シャツ。さあ、こちらマジクール頭にしまってこの辺がひんやりして気持ちいいです。なんかいいね、風呂上がりみたいでね。シルバクビーのワンピースです。はい、はい、私今日ダルネシアン柄でした。はい、はい、チェックね。紙なんですね、この時期に入って。こちらは中華まん、いいな。こちらはあんまん、粒あんです。わ、とろーり、ごまの香りが美味しい。こちらはサックルケースです、はい。さあ、というわけで、こちら芯がなくても止められるホチキスということでいきます。ガッチャン、ガチャ、おお、ガチャって言うの。止まってます。止まってますよね。はい、